くしゃみでそう。皆さん昨日はありがとうございました、おしゃべり会。楽しかったですか？え、どうだった？あ、よかったです。楽しいって言ってもらえて嬉しい。緊張はねしました。はい、まあまあしましたみたいな感じ。エアコンつけてなかったのか。暑って言ってさ、エアコンつけてなかった。なんやねん。そうな。おしゃべり会本当に初めてすぎて。なんかドキドキワクワクしてた。よ。だけどまあまあよくできたんじゃないかなと思ってるけど。ね、昨日面白かったよ、みんなあそこに溜まってて。あ、私はどうすればいいのか分かんなかったけど。ああいう時にどうやったらどうすればよかったのか。すいません、すいません。あ、溜まっててって言い方よくなかったっけな。よかったです。あんまりさ、最初ってさ、顔出さない方がいいのかなって思ったけど、顔を出した方があれだね、っていうか昨日やばい、何時に寝たと思う？かなり遅いんだけど、なんか最近さ遅くなっちゃうんだよね、寝る時間が。どうしましょう。夜遅くまでさ仕事があるとさ夜寝ちゃうんだよね。あ、イエス、スピン Now スピン。どうしよう、
く寝ないとって思ってるのに。だって昨日さ、もう12時45分くらいまで起きてたよ。やばくない？良い子は寝るんだよみたいな。いや、寝れないっていうか、寝れなくはなかったけど、なんか遅い時間に寝ちゃいました。はい、そうですね。どこの髪の毛だよ、もう切りたい。そう、まだ夏休みだけど、もうすぐだよ。あ、まあ増えましたよ、告白された人数。うん、あ、でも1日で、まあ増えたのは、嬉しいですよね。はい、みんなでも忘れてましたね。いや、でも全然大丈夫。ありがとうございますしか言えないごめんだけど、本当に。皆さん、課題のお話はね、ちょっとやめ、ちょっとあの、やな、控えちょっとあの言いたくないんです。まあでも C っていうと、全部作文しか残ってません。言うて、私でもその作文が、私作文苦手すぎて、もう自分で考えなきゃいけないんだけど、もう無理。うん、やだよ。うん、全部作文なんかも、もうやだ。みんな助けてって、もう。そう、もうコピペしたいんだけど、もう無理だよ、そんなんやったら分かっちゃうもん。どうやって書けばいいのかもさ、分かんないし、もう無理。いや、でさ、その私のおばあちゃんが国語の先生だから、いつも作文があるときはおばあちゃん家行ってるんだけど、もう行けないんだよね、夏休み中は。忙しくて、こっから1週間とありまして、もう無理なんだよね。だからさ、どうしよっか、本当に。でも締め、その提出がさ、25日、なんかネットで提出するんだけど、25日だよ。あと何日だと思ってんの？ 5 日？いえ、無理。
か800字以上だったっけ。え、ちょっと待って、わかんない。800字以上だったっけ。なんか それ書けばまあ OK。 2枚半、あ、違った、2枚、2枚以上書けばいいって言ってた。そう、原稿用紙2枚。無理じゃない、こんなん考えるのも嫌。なんでここまで来て税の作文をしなきゃいけないんですか。いじめる気。ただでさえ私はお仕事をやっているのに、わけわからないわ、本当にもう助けてよみんな。いた、あつい、いや、もう、あつい、やけどした。けどすぐ話したから大丈夫。やけどはね、よくするんですよ、アイロン、アイロンじゃない、アイロンやけど。おはようございます。指挟まなければ大丈夫。確かに。というか鼻水出るんだけど、これって朝だけかな。あ、税の作文、あの税の作文をね、確か中学3年生の時も書いたんですよ。だからその内容を真似したいなって思ってたんだけど、その内容がね、なんとね、今絶対に使えない内容で、もう最悪って思っちゃった。べ最悪って。その中学校、私が通ってた中学校の内容しかなくて、困っちゃう。だから本当に自分で考えなきゃいけない。無理、終わった。また布団叩き始まりました。バン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 、布団叩き選手権。まだ6日もある。まあそうやってね、まだまだって言ってるとね、もうね、1日とかね、それ明日とか、ね、なるんですよ。焦ってる。お隣さんだよ。バンバンバン。ちなみに今日は8時までです。え、ちょっと待って、7時半から始めたよね。8時までです。よろしく。
え、嘘でしょ、マジで？あと4人なの？嬉しいな。こういう、できません、夜配信はできないです。これから多分ずっとできないかもしれない。1週間ぐらい。そうなんですよね。はい。準備準備。本当ですか？嬉しいな。明日は皆さんのことを考えて、昨日はスカートを履きましたよ。なんかさ、昨日最後にみんなのところに行く時があったじゃないですか。でその通り道めっちゃウォーキングみたいな感じだった。なんだっけ、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、なんでもうもうウォーキングなんだったっけ、なんて言うの、ランウェイだ、ランウェイ、そう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 、ランウェイみたいだった。だからどういう歩き方していいか分かんなくなってるね。ランウェイみたいで面白かった。やばい、鼻水出るよ。もうあと何枚ですか？あ、まだありそう。TGC に出たいね。いつか出れる日が来るのだろうか。鼻水出すぎだろ。おはようございます。ありがとう、初見さん。でも私小学校の頃モデルにめっちゃ興味あったんですよね。だから将来の夢モデルとか書いちゃったりしてた。恥ずかしい。もうだってさ、女の子ってさ、もう小4ぐらいになるとさ、もうモデルって書きたくなるじゃん、将来の夢、そういう活動に憧れちゃうから。
コプ、あ、次は浴衣だった気がするんだけど違った？浴衣だよ。初見さんありがとうございます。もう邪魔だねこれ。もう本当にさ、ちょっとさ、ピュースカプンなんだけど、うい。次浴衣ダフオンライン浴衣678部ラジオ体操は行きません。いやそうですよね、昨日浴衣着てたメンバーたくさんいました。でその中に生誕ティーがあるとちょっとあのなんか浮くのでちょっと嫌でしたね。別にいいけど。いったなんか痛いんだけど、うん、お、仕事行ってらっしゃい。頑張ってね。お祭りにも浴衣着ていく。私ね、そんなにあの着ていかない、花火大会とかそのぐらいしか浴衣着ていかないしです。お祭りはない。お祭りか、花火も。私ね、浴衣を一人で着れないから困ってます。今の時代はめっちゃでもないけど楽に着れる浴衣があるから、私なそれならできるかなって思ってんだけど、一人で着れないです。どうしましょう。誕生読みます。あるよね、 2way 浴衣。13位いのちさんありがとうございます。12位よへよさん、間違えた、なんでよへよって言っちゃったの。12位もへよさんありがとうございます。すいません。11位天使のわけまえさんありがとうございます。10位リュウマさんありがとうございます。
9位ビッグラブ子さんありがとうございます。8位村上さとしさんありがとうございます。7位まこちさんありがとうございます。6位お金持ち先生さんありがとうございます。5位ともさんありがとうございます。4位妄想貴族さんありがとうございます。3位じんさんありがとうございます。2位五代優作さんありがとうございます。そして1位名古屋の山っぴさんありがとうございます。よし、今日も1日頑張ろう。バイバイ。またね。また明日。